姫野和樹選手は両親がギャンブラーだったため、幼少期は経済的に苦しい家庭だった。姫野和樹選手は中学入学時にラグビー部に入る。体格に恵まれて中高では無双状態だった。姫野和樹選手は大学入学時はメンタルが弱く、すぐやる気をなくしていた。先輩の姿を見て改心し成長、日本を代表するラグビー選手になった。そんな彼らがゲーム配信をしており、ホラーゲームにビビりまくっていたことから、お姫様キャプテンと番組で取り上げられた。